プルーム。プルームの行政庁所在地となっている。プルームは、アルデンヌ高地とアイフェル山地の間にある、シュナイフェル連山のふもとを流れるプルーム川の沿岸に位置する。標高は、海抜420メートルから490メートルとなっている。プルーム地域には、カルハリエンベルク、ターフェル、ビルベルシャイト、バルヒエラーとの4つの地区がある。 1969年には、ダウスフェルト、ニーダープリュム、シュタインメーデン、バインスフェルトの4つの町が統合した。プリュムが初めて歴史上に登場するのは、カロリング時代の720年のことで、B 社プラミアとして記録されている。721年、プリュム修道院が設立される。この時のプリムにはカロリングや直属のベネディクト会、修道院が置かれており、中世には、 修道院学校の存在で有名となる。皇帝ロタール一世は、プリュムの分割後、そのプリュムの地に戻って、修道士となり、その6日後に世を去った。1016年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ二世は、プリュムでの市場開設と貨幣の鋳造を認めた。1307年には、修道院通りに、聖ニコラウス病院が設立された。1576年、 プルュム修道院は鳥居や剪定校の下に置かれた。1696年にはカルファリエンベルク礼拝堂が建てられた。礼拝堂は1949に破壊されている。1721年以降、修道会やその建物が新たに建てられていった。1769年には火災が町を襲い、294軒中214軒の家屋が焼失した。 1794年には、フランス革命軍の侵攻によって、トリーや選定校による死が終焉した。1798年に、プリムは、フランス領のザール県にある、アロンディスマン、軍、関東、オゴーリの一部となった。1802年、大修道院とマリエン修道院が廃止され、修道院教会は、教区教会となった。1815年の会議の結果、 プリュムはプロイセン王国に帰属することとなった。1822年以降、プリュムはプロイセン王国のラインラント圏、トリーヤ行政管区の会に置かれるラントクライ軍となった。またこの年、マリエン修道院の建物が解体され、その跡地はハーン通りとなった。1841年、初の地元新聞であるプリュマー・インテリゲンツ・ブラッドが創刊された。 1856年には王室令によってプリムはッと都市の称号を与えられた。1869年西洋ゼフ病院が建てられた。1887年には司教学校が設立される。1883年12月22日プリムとゲロルシュタインとを結ぶ鉄道が開業した。これによりプリムはベストアイフェル鉄道によって 鉄道網で結ばれることとなった。1892年には、初の個人向け上水道が建設された。またこの年には、プロテスタント教会が建設された。1901年、プルムに電気が通った。1908年以降、下水道が整備されていく。第一次世界大戦終結後の1918年から1930年まで、プルムなどのラインラントは、 フランスの占領下に置かれる。第二次世界大戦では1944年9月16日以降、プリムはアメリカ軍の攻撃対象となる。特に12月23日からはバルジの戦いで爆撃を受け、死害の80%が破壊された。1945年のクリスマスイブのシニアミサが取り行われる直前まで、炎天井や回収席は戦争の最下により崩れていた。 1949年7月15日、カルファリエンベルクの行動で火災が発生し、ジークフリート1000の防空壕を爆破するための爆薬、およそ500トンが爆発した。この爆発によって、山に20メートルの深さの陥没が生じ、土や石が後半にわたって吹き飛び、再建された家屋に損害を与えた。早期の避難が走行し、プリムの被害は死者12人。 負傷者15人にとどまった。1971年の軍の再編で、プリム軍はビットブルク軍と統合して、ビットブルクイコールプリム軍となった。この時軍の機関の多くはビットブルクに移転し、プリムにはプリム連合自治体の機関の所在地となった。1984年にはカルファリエンベルクに西洋ゼフ病院が開院した。2001年には、 市境学校が並行した。2005年、欧州連合における国境を越えた協力の強化について歌ったプリム条約が署名された。プリム条約の協議には、祖先がプリム出身であったドイツ連邦内務省、夫シリーが加わっていた。この1年後に連邦警察局がプリムに設置された。ダウスフェルトという地名が歴史で、 初めて登場するのは816年のことで、この地域は旧ローマーアースハイム教区に属していた。1330年以降、ダウスフェルトは単独の教区となった。1570年から1802年までこの地に、あった6つの農園のうち3つがオルツハイム司祭、残りの3つがバインスハイム司祭の所有であった。20世紀には、フンスリュックイコール、 アイフェル様式の古墳が発見された。ダウスフェルトの人口は500人余りとなっており、区域はダウスフェルダー兵衛、アルトダウスフェルト、ダウスフェルダーミューレの3つで構成される。ダウスフェルダー兵衛は商業、住宅地域となっていて、プリーム教区に属しており、アルトダウスフェルトとダウスフェルダーミューレはバインスハイム教区に属している。762年。 ピピン三世は、プルーム修道院にニーダープルームの農地を寄進した。1190年に、ベネディクト修道会の修道院が建てられると、この地への入植が始まった。1285年から1296年まで、修道会は、モーゼルガー沿岸の芝居日に、ニーダープルマー荘園と呼ばれる農地の寄進を受けていた。1670年には、修道院の建物が改築され、現在では、 ラザリスト会の全期ギムナジウムの場として使用されている。シュタイン命令ができたのは816年、ゴローとされている。バインスフェルトという地名が記録に初めて残されたのは1282年のことであった。1735年、この地に教会の塔が建てられた。現在ではその教会の跡地に戦没者記念碑が建てられている。20世紀には、 ローマ時代やフランク時代の墓が発見された。現在のバインスフェルトは住宅地となっている。1969年から1974年にかけての地方自治体の再編改革の一環として、近隣の四つのゲマインドがプルムに統合された。1969年6月7日にニーダープルムが1971年1月1日にダウスフェルトが 1973年1月1日にバインスフェルトが統合された。1974年1月1日にはシュタインメーレンが統合され、現在のプリームの地域となった。6月、7月、8月にはプリマー、ゾンマー、プリームの夏が開催される。6月の最終日曜日に開幕を迎え、この日には市が立ち、ストリートミュージシャンのコンテストが開催される。 その後の8週間において、毎週木曜日の夕方に、市役所前のプルマーソンマーの広場で、演奏やダンス、父絞り競争、ビールの大飲み大会、丸太の早切り競争が行われる。また近年では自転車ラリーや、ファッションショーなども行われるようになっている。また期間中の日曜日のうち4日間、バシリカ教会堂の正面で、クラシック、ジャズ、 フォークなどのコンサートも催される。プリム一体で労働力を多く受け入れている、事業者には、ミルヒーコール・ユニオン・ホーホワアイフェル、スチール、シュトライフ、プリム・イコール・テューレンベルクがある。ミルヒーコール・ユニオンは、プロンスフェルトから 10km の場所にあり、あとの3社は、バインスハイムの商業地域にある。1883年12月22日。 ゲロルシュタインとを結ぶベストアイフェル鉄道が開業し、プリムはドイツの鉄道網に組み込まれた。1886年10月、ベストアイフェル鉄道がプロンスフェルトからブラールフまで延伸された。その2年後、当時ドイツ帝国領だったザンクトビトまで鉄道が開通した。また、プロンスフェルトからバックスバイラーへの支線、アルツフェルト、ノイアーブルクへの支線が建設された。 1980年から1999年まで、プリムへの旅客列車の運転が停止され、貨物列車のみの運転となった。2000年12月、地元の鉄道愛好家の臨時列車が修道院の町の駅に停車し、これが最後の列車の停車となった。プロンスフェルト方面の線路がプリムタール通りの踏切から除去された。また、 ニーダープルームへの線路跡には自転車専用道路が作られた。B265 と B410 がプルームを通り、A60 と B51 がプルーム近郊を走っている。南方面域は B51 がビットブルクの手前までの区間を A60 として走っている。また、北方面域はおよそ 35km 先に A1 との合流点がある。 プルムはフェアバンズゲマインでプルムの行政庁を所在地となっている。また土地登記書と区裁判所もプルムに置かれている。プルム区裁判所の管轄領域はアルツフェルト、オベレキル、プルムの3つのフェアバンズゲマインでとなっている。刑事事件は三審裁判所の管轄となっているためビットブルク区裁判所で扱われる。2006年12月。 トリや連邦警察署の庁舎がプリムに解説された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。